日本ハム5級楽天28日、エスコンフィールド日本ハム8回に代打で途中出場した軍司優也保守、27、が、9回に今季初めてマスクをかぶった。保守登録だが、今季は三塁に定着。先頭打者に二塁打を浴びたが、無失点で切り抜け、練習してない割には落ち着いてやれたかなと思います。と振り返った。 前日27日は延長12回を戦って、ベンチ入り野手が残り1人となったこともあり、伏見、トライさんと、タミヤ、ユースズしかいないので、なんかあればいけるぞっていうところは見せられたかな、と話した。